ジョゼ君、教授に挨拶しましょう。はじめまして、ジョゼです。どうぞよろしくお願いします。はじめまして、秋葉です。よろしく。秋葉元彦。私たちの先生です。ジョゼさんは日本語はできますか？いいえ、できません。彼はこれから勉強です。そうですか。大丈夫、すぐできるようになるわよ。私が教えてあげる。ジョゼさんはブラジルのどちらから？ブラジルのサンパウロです。皆さんどうぞよろしく。へえ、サンパウロか。ジョセさんはブラジルのロボットコンテストで優勝したんですよ。へえ、ジョセさんは本当にロボットが好きなんだ。ナンシーさんはどちらからですか？台湾から来ました。ソムチャイさんはどちらから？タイからです。私は日本の文化が大好きです。たくさん知っています。文化？茶道、浮世絵、禅、歌舞伎、花火、俳句、五七五。ソムチャイ君、ジョゼ君はまだ日本に来たばかりなんだから難しすぎるわよ。ジョゼ君、これからの研究では諦めないことが大切。ネバーギブアップだ。はい。よし、じゃあ新しい仲間を迎えてカラオケでも行くか。さあ、私これからレポートまとめないと。私も今日はちょっと約束が。先生は歌が下手だから。さくらさん、下手ってどういう意味ですか？しー、うん